ソフトバンク木所が球団事務所で交渉し、現状維持の年俸4000万円で契約を公開した。金額は推定。昨季の交流戦 MVP 男も今季は出場が2試合のみ。2年契約の最終年となるプロ15年目の来季は、シーズンの最初からパフォーマンスを出したい。来季は日本一連覇のために貢献できるように頑張りたいと待機中と決別し、通年の活躍を誓った。